スマホ老眼を改善する一つの方法として100円メガネというのがあります。まあ、いわゆる100円ショップで売っているメガネ、老眼鏡なんですね。プラス2というプラス2の度数がいいですね。で、普段こうやってメガネかけている人の場合はこの上からこうかけていただいていいんです。で、手元見るではなくてこれで遠くを見たり、まあ、テレビ見たりとかして、まあ、距離のあるものをだいたい5分ぐらい見ていただきます。そうするとどうなるかというと、ピントの調節が1回こうリセットされて和らぐんですね。そうすることでスマホ老眼が、和らいでくれる、治ってきやすいということがあります。スマホ老眼の場合、幸い年齢によるものよりも改善しやすいということがありますので、こういうのを知っていただくといいと思いますね。